原作はストーリーすごいひねらなかったんだけど、今回のは前作一応続編になるんで、本当はあんまり続編とは思ってないんだけど、まあ前前作を筋振りとしたらそれをひねれるってことで、かなりひっくり返してひっくり返してっていう、こういうふうにいくだろうなってのをひっくり返したり、かなりそれを意識したのと、関西弁と関東弁の罵り合いっていうのを長いことやってやろうと思って、で喋るの好きな役者多いから、ちょっと一本目でもやろうとしたんだけど、ただ一方的に片っぽが喋るだけだったんだけど、お互いに罵り合うっていうのを今回はやって、まあやそれも暴力描写だと思って、言葉の暴力みたいな感じで、それわざとやったから。まあ普通に考えれば警察とヤクザとってことを考えると、まあ普通だとどっちかが悪いんだけど、悪い警察を描く映画もあるし、正当な刑事とヤクザが悪くて刑事が正義感のある刑事がやってるのあるんだけど、基本的には今の時代みたいにどっちが悪いのか分かんないようなのを混ぜてんだけど、それはその両方のこう何て言うんだろう、建前上そうだけど実はこうだっていうのが、お互いにこう警察も刑事も、考えているとか、裏を常にこう考えるというのでまあ話が進んでいくっていうのが面白いという。いや実際は「バカ野郎」って同じ数言ってんだけど、今回は関西弁のアホかっていうのか、アホだなとか、ボケカスが多いんで、それも一緒にバカ野郎と一緒に同じ数で考えれば、倍以上言ってる。同じ分ボケカスが入ってるっていう。セリフ的にはね、そんなに変えてないよね。セリフ変えると困るから、セリフ、だけど間とか動きがね、やっぱり西田さんたちは間を取るんで、自分の間があるから、詰めろ詰めろって言ってもやっぱりこう、編集で詰めてやったけど あれとみんな思うんじゃないかな、あれせっかく気合い入れて演技したのにないっていう。西田さんはね、何年か前からとにかく会うたびに出してくれ出してくれって言うから、約束してとか言って、でバラエティーショーも出てくるんだけど、バラエティーショー出るから映画に出せっていうような約束を前からやってて、約束通り出して、まあ人の実力知ってるからね、だからまあ期待通りっていうか、だから本人も嬉しくてしょうがないんじゃない、やんのが 大阪弁でどうなるなんていうのは。まああれだけ関西弁で好きなようにどなしてやれば、それすっきりすると思うよね。山行ってバカ野郎ってどなるのと変わってないから。だから全員がどなられ、どな、あの、まあ、しょ、塩見さんもそうだけど、みんなを思いっきりどなってたから、気分はいいと思うけど。人、いい役しかあんまりやってないって言ってて、あの顔してるからいいとか言ってたんだけど、怖い顔していい役しかやってないんでおかしいっつって、本当に悪いヤクザやってくれっつったら、やっぱ腕あるからね、見事に嫌なヤクザをやってくれて、ありがたいこと かわいそうだったんで、NHK 出られなくなるかもね。子たちはやっぱりああいうのと、まあ、特に桐谷君なんてああいうの得意なやり方だよね、今のところまず得意なやり方をさせてという、将来はもうちょっと落ち着いたのはね、年とともにやると思うけど、今のところああいうやり方があの人たちは一番絵になるのかなと思う、でもちゃんと想像以上にやってくれるし。星ぶどう食いながら来たいっつって、で兄さんに勧めて、兄さんが食うことになったんだけど、
兄さんさん大嫌いなんだって。で歯も痛いし嫌だって言い出して、で小山さん自分一人で食って、うん、自分で前の日に自分で用意して持ってきたのよ、うん、終わった後帰る時にさっきの干しぶどうって探したからスタッフが捨てちゃったんだって。そしたら何とかするんだって怒ってたって。その話を夜 の神戸のレストランでギャラギャラみんなで話してたら、初向かいに小山さんが睨んでた。私服だったら分かんなかった。見てる見てるって。ちょっとまあね、贅沢な使い方してて、高橋克典なんてのは一切セリフ喋ってないし、うん、でもそんなに表だって紹介もしてないけど、さっと出てきて、うん、後ろ向きで撮ったり結構多いんで、三浦さんが本当に怒ったりなんかするシーンは良かったなと思うよね。だから結構贅沢なんだよね、うん、松重さんってのはまあ俺の好きな役者なんだけど、あの人撮るの大変だよ。背がでかいからさ、2メーター近くあるから、そばに行くとなんかね、みんな子供に見えちゃって、うん、だそれをこう配置を大変で、だ全員が結構腕のある人が揃ったんだけど、いいとこいいとこっていう感じで、出過ぎてもないし、うまいこといいバランスになったと思う。やっぱり映画撮るときは客観的じゃないとね、だいくらでも残酷なシーンあるけど、それはちょっとってのあるし、うん、よくあることをやりたくないんだけど、実際にそういう風なシーンを思い浮かべるの大変で、うん、で木を照らうのもそんなに花からこれを見せたくてやったなんていうのもちょっとね、映画的にはあんま面白くないから、そのスレスレのとこでどういういじめ方をするかっていうのは、まあ、うん、センスの問題っていうのもあって、やっぱりこうヤクザ映画の定番となって、まあ、ケンさんの時代も、まあ、残響伝みたいなのがあったし、ごく最近ではやっぱり深作さんの仁義なきシリーズがあり、でそれ考えると自分が撮るのはその2つに属さないようなギャグ映画になるとこっちになるなって、まあ、撮るんだからそっちの方が好きなんだけど、こっちの方がね、でだから撮るんだろうけども、だいたい3つともスタイル違うし、これからまたもしかするとギャング映画撮る人はまた違う形のやつを選ぶと思うけどね、才能ある人は、うん、全員善人だよね、うん、全員普通の人、一番損したのは誰だってぐらいね。